BR-1150 アトランティックアトランティックにイタリア空軍のアトランティックブレゲーアトランティックはフランスのブレゲー社によって開発された対戦勝回機。生産はサクバットコンソーシアムによる共同生産。ブレゲー社は1971年に脱走者と合併したため脱走アトランティックという表記も見られる。改良型のアトランティックには フランスでしか採用されなかったため、基本的にフランス語表記で呼ばれている。1956年、NATO により P-2 ネプチューンの後継となる対戦小会期の選定が開始された。洋上を長時間飛行することが求められたこの計画に対して、アメリカ、イギリス、ベルギーの3カ国が撤退した後、1959年に、 ブレゲー社の BR-1150 アトランティック案が選定された。アトランティックは機体を新規に開発するものとしては当時唯一の対戦哨戒機であり、ヨーロッパ諸国による共同開発となった。胴体はダブルバブル型と呼ばれるダルマ型で上下2層に分かれた構造をしており、上部が余圧された上因区画、下部が平気庫となっている。エンジンは ロールスロイス製のタイムを使用し、電子機器はアメリカ製であった。1961年10月2日、サクバットが設立された。4機の試作機が製造され、1961年10月21日、トゥールーズにて初飛行が行われた。1963年6月20日、フランスより20機の発注を受け、後に40機まで増加。これに、 西ドイツの20機が加わった。60機の生産が終了する1968年末、オランダが9機の導入を決定し、1972年1月より、新造される5機に、フランス海軍からの購入4機で賄われることとなった。1968年10月25日には、イタリアが加わり、イタリア採用分の18機とフランスからオランダへ、 売却された4機の重等分の合計22機を生産することとなった。1976年には旧フランス海軍のアトランティック3機がパキスタンへ売却された。アトランティック2970年代半ば、フランスは増大する海上、海中の脅威に対抗するべく改良型の開発を決定した。当初は新世代アトランティックと呼ばれたこのアトランティック2の試作機は、 既存のアトランティックを改造することによって2機が製作された。1981年5月8日に初飛行に成功し、1982年6月には量産型の製造が決定され、28機が製造された。これにより従来型はアトランティック1とも呼ばれるようになった。アトランティックには電子機器の更新に重点が置かれ、 機体の基本構造には手を加えていないが、垂直尾翼先端の形状が変化し、機種左側に大型の空気取り入れ口が設けられたことで、アトランティック1と容易に見分けることができる。アトランティック3は、1980年代後半にアトランティックの後継機として開発され、アリソン製 AE2100 へのエンジン乾燥、空中給油プローブやエフィスの採用などを大幅な、 改良を施していた。1995年にはイギリスにもニムロットの後継機として提案されたが、受注を得られず計画は中止された。このほか、エンジンをジェット化するジェットアトランティックという計画も存在した。3機を事故で失ったオランダは早々と P-3C に更新したが、現在は P-3C 全機を売却し、ヘリコプターに一本化している。 ドイツとパキスタンは P-3C の導入で補強を行い、フランスとイタリアは近代化改修を施し、後継機問題が解決するまでの対象を行っている。なお、ドイツの機体は対戦任務を P-3C に譲り資金時として運用されている。当初25年と予想されていたアトランティックの機体寿命が尽きつつあるが、 メーカーが当初提案したアトランティック3は中止されたため、後継機は新型の P-1、P-8、エアバス A319MPA や新型機動ルにより売却された P-3C の中古機となる。イタリアでは ATR72SW が後継となった。アトランティックは9機が事故で失われた。パキスタンの1機は、 1999年8月10日にアラビア海の近くで領空侵犯を行ったとしてインド空軍のミグ -21 により撃墜され搭乗員全員が死亡しているこの事件はパキスタン海軍にとって初の航空機の損失であり1971年の第三次インパ戦争以来最多の死者を出した事件となった出典分殺百科 週刊ワールドエアクラフトナンバー992001年デアゴスティー2社ありがとうございます。